はい、皆さんこんにちは。今日もね、一日一回オールスター感謝ガチャやっていきたいと思います。今日は2日目です。ということでね、オーブはしっかり、消費するガチャなんで50個なくなります。はい、けど限定モンスターがね出ると、排出対象なので引いていきます。まあ、星6一体確定だしね。行こう。フラッパ近いけどね。フラッパ近いからちょっとなんか新キャラとか追加されたらちょっとなんかうわってなるけど、けど引く。普段引かないガチャとかで出るやつもあるから。ないな。でも頼む。なんか怒れ。なんか怒れ。止まってくれ。おっしゃ、危ない。チャンス2体か。おー、P47 だって。持ってないってことだね。初ゲットだね。よし。そして、来たー。持ってないやつー。でー、え？いや、持ってんな。いや、これ5個だろ。5個持ってるわ。いや、持ってるよな、俺。はい、ということで、今回は P47 が初ゲットで、いや、持ってるよな。あー、まあ、進化させないってことか。かな？多分。はい、って感じですかね。また新規ということで、はい、危ない。やっぱ2体以上はいかないと結構なんか精神的に辛いから、はい、まあ残るは3日目ということで、はい、頑張っていきたいと思います。ちなみにねやっと猪木もね、アントニオ猪木さんも終わりましたよ。運極になった。で、翼は今33とかなんで、まあ3分の1終わったかなって感じで、まだでも険しいけどね、道のりはね。はい、けど頑張っております。はい、まあ、やっぱ一気にやっちゃった方が楽なんで、はい、コツコツとやっております。はい、って感じかな。まあじゃあ3日目、もう楽しみにということですね。それではご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。